あ、どうも、藤丸でございます。昨日は大変多くの方々から生放送ご視聴いただいたみたいで本当にありがとうございました。おかげさまで全部で13枠、やらせていただきまして、合計でですから、13だから6時間半、6時間半もの間ですね。なんか最初から最後まで聞いていただいた、見ていただいた方もいたみたいで、本当にありがとうございました。ただの酔っ払い同士のグダグダなゲーム話、なんか途中もゲーム話でもなくなってたような気するんですけどねまあまあ聞いていただきまして本当ありがとうございました。生主もまあ大変喜んでおりまして、コミュニティの方もね、まあ、結構人が増えたっていうんでね、喜んでましたので、またぜひ機会があったらご視聴いただければと思います。僕もまあたまにまあゲストで行こうかなと思ってますので、よろしくお願いします。ってことで、今日はこれからあれですね、最後の、まあ、クラファン対人戦ということで、まあ、それに備えてちょっと黒松屋にをね買っとこうかなと思って今ここに来ました。30個、はい、じゃ買っときましょう。いやー、しかし昨日の生放送はすごかったですな、本当。まあ生放送を経験するのは、まあゲストとはいえ初めてだったんですけどね、すごい面白かったですね。こう皆さんの反応をこうリアルタイムにこう体験できるというのはね、すごく面白くてですね、またやりたいなと思ってますけども。まあ、本当はね、もっといろいろレトロゲームとかね、まあ、もちろんデモンズソウルの話とかもしたくて、まあ、そのネタとしてこの奴隷兵縛りの、前枠集を、編集してね持ってったんですよね、でそれをこう放送しながら、結構前枠で レトロゲームの BGM とか使ってますので、なんかその辺の BGM をこうネタにしながら、いろいろ生主さんとね話進めていこうかなと思ってたんですけどね、もう全然まずその動画の配信っていうか、それがまずできなくて本当8時ちょうどぐらいからね放送開始したかったんですけど、なんかそれでなんかてんやまんやになっちゃって、わあできねえできねえっつって、でもあんまり待たすのもあれだっていうんで、もう8時20分ぐらいでしたかね、そこからまあスタートして、でまあ朝4時半ぐらいまでですかねやったんですけどね。僕は結構ね、まあ酔っ払ったは酔っ払ったんですけど、あんま眠くはならなかったんですけどね。生主さんがもう完全にもう酔っ払い&もう眠くてしょうがないみたいな感じになっちゃって、最後の枠はもう完全に僕がもう生放送ジャックして一人でやらせてもらったような感じになっちゃったんですけどねいやー面白かったですね。でもう間もなく最後の対人戦ですな。いやー、8月の頭ぐらいからこの実況始めたんですけど、まあ10月の、まあ、18日っていうことでね、あっという間でしたね。なんかもう駆け抜けたなって感じですね、もう。いやーもう実況がこんなに面白いもんだとは思わなかったですね、ほんと。あとデモンズソウルに出会わなければね、多分やってなかったと思うんで、ほんとデモンズソウルには感謝感謝ですね。なんかいろんな楽しみ方というか、そういうのを本当させてくれるゲームですね、これ。まあ、実況に限らずね、
縛りもね、ほんといろんな縛りができるしね。本当に奥が深いゲームですよね、これ。幅が広いというか、懐が深いっていうんですかね、素晴らしいゲームだ。はい、いよいよ1分前となりました。よっしゃー、緊張するな、ほんと対人戦はね、ほんと毎回緊張しますね。うん、いつもアップアップでやられちゃうばかりなんですけどもね、最後ぐらいはちょっと一矢報いたいなと今日はどんな人が来るのかな、すごい楽しみです。はい、じゃあ時間になりましたので行きます。うう、入ったぞ。おお、もうすぐだな。あ、やべ、俺ちょっと、しまった。あぶねえ。オフにしてた。うわ、ドキドキする。あれこれ、黒本はどこから現れるんだっけ。ああ、ちょっと、あの弓兵倒しておくべきだったな、失敗。あ、もうでも。あれ、意外と、なんか時間かかってますな。来ない。でももうモヤモヤにはなってくから。あ、来た！おー、来た。なんか、両手に持ってますな。よ。一礼。あ、ごめん、間違った、間違った。間違った、間違った。ちょっと待って。あ、ヘイヘイしてくれた。よし。一礼。ヘイヘイ。あ、回ってる、回ってる。ヘイヘイと。待ってる待ってる。じゃあ、最初の方にはですね、じゃあ、なんか予想通りすぎて申し訳ないんですけど、奴隷の盾と、奴隷の盾と、痛い！完全に折れた！痛い痛い痛い！完全に折れた直剣あげます。あ、喜んでる喜んでる。ちょっと先、先制攻撃されちゃったな。じゃあ、あれも拾っていいよ、これ。お、なんか、ん？お、何か、くれましたよ。お、白ベタ30個ありがとうございます。あ、っていうか、俺、あれか、弓兵にいられたのか、さっき。あ、弓兵、これ直でべきだったな。よし、よし。お、いていていてい。よし。よーし。おお、刀持ってっか。左の刀は結構きついんだよな。よし。おい、いってていってていってていって。うわ、切れた。うわ、普通の松ヤニか。長いな。うわ、早い。うわ、バリーで決められた。くっそー。左の刀は早いんだよな、出が。くっそー。まずいっぱい。っていうかね。っていうか、あの弓なし。お前らいてえよ。ちょっとまず、あいつらをちょっと、毒殺 しないとダメだ。いてえ！く、めっちゃいてえ！ええー。うわ。黒ファンがおる。やべ！やべ、死んだバカやばいやばい、皆さんが待っておる。早く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 しろお前。やばいやばい、怒られる。よよよ、よし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 、これで邪魔者は消えた。んで、あー、どうしようかな。
もうすぐにでも始めたいところだけど、ちょっとこいつら死ぬまでちょっと待たせてもらって。あ、もういいかな。いいか。アイテム。灰復活と。もう復活した瞬間にもうもやがかかりました。よし、じゃあここで。このもやがかかってから出てくるまでのこの緊張感がたまらないな。うわー、来たー来たー来たぞー。うわ、魔法使いが来たぞー。よっ。呪霊。へいへい。よーし、完璧だなー。はい、じゃあ、この方にはですね、まあ、嬉しいかどうかわかんないですけど、この黄色いデモンズソウルを。あれ？捨てれない！捨てれないのか！うわ、失敗した！どうしよう。俺これ捨てようと思ってたんだけど、あら。ああ、そっか。じゃあ先輩の形見をあげます。先輩の形見。はい。どうぞ。ごめん。こんなもんでごめんなさい。ああ、この方も何か。ああ、13個もくれた。ありがとう。一応、礼しとこうな。はい。ありがとう。なんかこれと引き換えが先輩の形見とかって申し訳ない。おっ、クーナーを投げてきた。いて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 。よし。おっしゃ、ボウガン来た、ボウガン来た。ダブル来た、ダブルボウガン来たぞ。お、届かない。よし、後ろ取った。対人戦で初めて取ったんじゃないか、後ろ。おお、火炎壺だと。やるな、お主。おお、危ねえ。針狙ってるな、やっぱり。この人がいつ魔法で応戦してくるかが非常に気にかかるところだな。やべ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 。当たった。やべ。よし。おお、やばい。これ絶対途中で魔法使ってくると思うんだな、俺。それをどうかわすか。うわー、松屋に切れるの早い。いや、狙ってる。塗るの分かってやがる。危ない。ほっ。あい。今なんだ。なんかひるみモーションだけあったような気がするんだけど。わあ、くそ、ボウガンめ。やばい、これは松屋に切れんな。よし、かわせ。ああ、くそ、おのれ。よし。よし。くそ、やばいやばいやばい。両手だと。最初にパリ狙ってくるな、必ず。俺も奴隷の壺を食らえ。あっ、かわされた。くそ、よし。もう入っ、あ、入れねえか。よし、濡れ。ああ、全然違う方向行ってたのに、なんで当たるんだよ、あれ。あ、いた。
よし、もらった。あーっしゃあれ、魔法使ってこなかったね。なんか接待してもらった感じかな。ありがとうございます。じゃあもうこれで一生いっぱい。よし、おー、速攻来ましたよ。あれ、俺ちょっとあのね、デモンズソウルあげたかったんだけど、やっぱあれ捨てれねえんだ。そうだよな、貴重なアイテムだもんな。うわ、ごめんなさいだな。あー、捨てれないんだ。うわ、ちょっと事前に調べとくべきだった、ごめんなさい。望遠鏡でごめんなさい。まあでも貴重な先輩の形見ですのでおっおっと、ネタな感じの方がイカアイロンだ、イカアイロン。お、喜んでる喜んでる。よいしょ、へいへい。じゃあこの方3人目っていうことで最後なので、ですね、この日のためにちょっと仕込んでおいた純粋な 2BC を贈呈します。実はこれが欲しくて竜骨を取ったんでありまして。ぐるぐるしてる。取った。よし、やるぞ。お、喜んでる、喜んでる。よかった、よかった。じゃあ、2回喜んで、2回喜んだ。やるよ。よしよし。うん。ん？一度切り。こ？やはりクナギが来るな。ん？この体勢弱いか。よっしゃー。ほっ、うぅ、あべ、うわ、切れてる。くそ。うわ、毒入った。やばいやばいやばい。あー、くそ。よし、硬えな結構。あ、もう切れそう。やばいやばい、タイミングで塗った、やばい。あー、いてえ、急速か。よし、あぶねえ。よしよしよしよっしゃ。うわ、勝てえ、この体勢強えな、やっぱ。うわー、くわー、強かった、やっぱり。やっぱ炎対策してたな、さよなら。やはり1勝2敗負け越しでございました。まあでも楽しかったです、ありがとうございました。よし、まあこれでね、あ、まあ一応対人戦の方は終了ということで、そしたら一回ちょっとメッセージを送りましょうかね。はい、ということで、メールの方は打ち終わりました。ということで、ちょっと一回戻ります。